安倍首相、規制で感染防止策の徹底を要請。本日、安倍首相が記者会見を開き、国内で感染者が増えていることについて、直ちに緊急事態宣言を出すような状況ではないと説明しました。さらに、規制について、3密を避ける、大声で話さないといった基本的な感染防止策を徹底するようお願いしたい。特に大人数の会食など、 感染リスクが高い状況は控え、高齢者への感染につながらないよう十分注意していただきたい。大変難しい舵取りだが、再び宣言を出す事態とならないよう必要な対応を速やかに講じていくとなっておりまして。この規制においては基本的に観光、旅行とは違い、家族や親戚、友人、知人と 濃厚接触となる可能性が高いため、3密や大声を避け、換気、消毒、マスクの着用を徹底し、感染拡大を防がなければいけません。こういった対策が難しい場合は、帰省をしない方がいいでしょう。この COVID 受給は、高齢者の方が、 感染してしまいますと、かなりの確率で亡くなってしまう病気でございますので、皆様、帰省する際は、十二分に注意していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。